ワニギスアモクは、鈴木目に所属する魚類の分類群の一つ。12か53属で構成され、イカナゴハタハタなど237種が記載される。沿岸域のサレ基地に生息する、低生魚が多い。ワニギスアモクの魚類はそのほとんどが海水魚で、淡水産種は、ケイマ、リクティスカの一種などごく少数に限られる。熱帯地方の沿岸域に生息する種類が多いが、 三島オコゼカの一部など、川口域に進出する、モノ、クロボウズギスカなど、外洋の深海で生活する種類、イカナゴカ及びハタハタカのように寒冷な海域に分布する魚類も含まれる。ワニギスアモクには12カがところ属するが、トラギスカ、ホカケトラギスカ、三島オコゼカの三化に、約6割の種類が含まれる。これら酸化の仲間はいずれも低生性の沿岸魚で、砂地あるいは、 歴地の海底でじっと獲物を待つ姿が観察される。砂に潜る性質を持つ種類が多く、昼の間はほぼ全身を埋没させている、三島をこぜ、体の半分を砂に渦漏れさせるハタハタや、普段は海底の直上を泳ぎ危険を感じると、瞬時に砂底中に潜り込む台湾イカナゴなど、様々な習性が見られる。上記酸化以外の仲間も多くは、低制魚だが、 黒棒ズきスカの魚類は海底から離れた中層を遊泳して生活する。日本近海にも比較的多くの種類が分布しており、ハタハタイカナゴなどは食用種として漁獲される。多種も底引き毛、刺し網などに混格され、主に練り製品の原料として利用される。規定の長い背びれと尻びれを持つことが多くのワニギス類に共通する特徴となっている。 背びれは二つの部分に分かれることが多く、第一背びれは、棘状のみ、第二背びれは、少数の棘状と多くの難状で構成される。ワニギスアモクの単系統制を示す、形態学的形質は乏しく、腹器・胸びれの支持骨格に、いくつかの特徴を有するのみである。ワニギスアモクには、ネルソンの体系において十二か五53属三十七種が、認められている。 設置されているトガのいくつかは暫定的なものとみなされ、再検討の必要性が指摘されている。かつて本ア目に所属したポリディクティウスカ・ホリディクシーイ・デイは、現在では独立のア目として扱われるようになった。オニボーズギス・チャイアズマドン・ニジェール。大きな獲物を飲み込み、腹部が極端に拡張している黒ボーズギスカの一種。本家には、 中層有泳性の深海魚が多く所属する、クロボウズギスカチャエアズマドンティデイは4属15種を含み、外洋の深海に分布する種類が多い。クロボウズギス属の魚類は発酵器を備えており、深海魚としての適応が認められる一群である。口が大きく鋭い歯を持ち、上顎は細長く融合した前上顎骨と主上顎骨によって支えられている。口と胃の伸縮性が、 極めて高く、自身よりも大きな獲物を捕食し、飲み込むことが可能になっている。ワニギスカチャンプソドンティデイは一族13種からなり、インド洋、太平洋に分布する。細長い腹びれが特徴で、胸びれよりも前に位置する。第一背びれは短く、トゲ状は5本。本家は、他のワニギスア木魚類との関連性が、乏しく、むしろ、カサゴメに近縁とする見解もある。 北部カフカース地方における死神魚の地層から絶滅属やキャンプサーダンの化石が見つかっている。ハタハタ科の一種。本種はカリフォルニアからアラスカにかけての太平洋北東部に分布するトラギスパラパーシスプルケラ。左はヒメサツマカサゴ。特徴的な島模様が和名の由来となっているハタハタ科トライカドンティデイワに属日種からなり、いずれも北。 太平洋の沿岸域に生息する。砂地の海底で体の後ろ半分を砂中に沈めた状態でじっとしていることが多い。アラスカから日本、韓国にかけて分布するハタハタは日本では底引きも低地毛で漁獲され塩焼きなどにして利用されるほか、その卵はブリコと呼ばれ珍徴される。口はほぼ真上を向き、房飾りのような構造に縁取られている。 前災骸骨には5本の棘がある。鱗を持たず、側線は不明瞭である。第一背びれの棘状は8から16本で、第二背びれとの間隔が広い。トラギスカピングイペ時代は五族54種で構成される。大西洋の沿岸部に住む種類が多いが、インド洋、太平洋にも分布する。沿岸から大陸方辺園にかけての底部に生息する。 日本周辺からもう二族二十種余りが知られる。口は、端くらいにあり、前に突き出すことができる。背びれは一つにまとまっており、隣り合うヒレ状の間には、切れ込みが見られる。腹器は、胸びれの真下か、やや前に位置する。キンリクシースフォースター。ワニギスアモクに所属する数少ない淡水魚の一種。ケイマリクテュスカキマリクシーイデイは一族一種。ニュージーランドの河川に住む。 炭水魚、筋肉チースホスターのみで単独のトガを構成するが、トラギスカと近い関係にある可能性が指摘されている。口は下向きで突き出すことはできない。背びれのトゲ状は3から5本で、竹は短く、不連続である。腹気は胸びれよりも前方に位置する。ベラギンポカトライヒャナティレイは一族八種からなり、インド洋から太平洋にかけて分布する。 体は細長く、危険を感じると砂の中に潜って隠れる習性がある。化学は上向きに突出している。背びれは一つで、腹気は喉の位置にある。交際の背側に多数の細長いフラップ状の構造があり、水晶体を覆っている。多くの種は性的蓋なりを示し、オスの背びれ難情が細長く伸びる種類がある。また、 側線ウーロコに深い V 字型の切れ込みを持つなど、多彩な形態学的特徴を示す一群である。トビギンポカの一種。厚い上唇が、本家魚類の特徴であるトビギンポカクレディレイは7、属16種を含み、インド用、西部太平洋にかけて分布する。主に沿岸の砂地に生息し、最大長8センチメートル程度の小型の魚類である。体は、円筒状で、 下顎には毛状あるいは肉質の突起が並ぶ。上唇は肉質で非常に厚く、下顎を覆うように前に突き出している。目がやや突出する。背びれは一つでトゲ状を持たない。側線が胸びれの髪型から尾ひれの下端まで斜めに走行する。ホカケトラギスカの一種。頭部は扁平で深海の底部に住む種類が多いホカケトラギスカ。 パーカファイデイは3赤11属44種で構成され太平洋北東部を除く3太陽に分布する。日本近海に分布する種類には大陸方辺縁の底部に生息する深海魚が多い。頭部は縦方向に平たくやや上を向いた大きな目が特徴である。背びれはトゲ上部と南上部に分かれる。レプトスコプスカレプタースカピデイは3属5種からなる。 オーストラリア・ニュージーランドの沿岸海域及び川口域に生息する。唇には飾り状の突起が見られ、目は上向きにつく。イカナゴカの一種。本家魚類は北方に分布する種であるほど、形態の特化が進む傾向にあるイカナゴカアメデイチ類は8族23種を含む。三体洋の熱帯域から北極海など寒冷な海に至るまで幅広い分布域を持つ。 資源量の大きい魚類の一つで、中、大型魚類や、海生哺乳類及び、鳥類の重要な食料となっている。日本近海にも分布するイカナゴは、水温の上昇する夏には、砂の中に潜り、仮眠をする習性が知られている。体は細長く円筒型で、発達した葉を持たず、浮き袋もかく。価格は、上あごよりもやや長い。鱗は、円うろこで微小。 背びれ、尻びれに、棘状を持たず、腹気を欠く種類も多い。尾ひれは二股に分かれる。側線は、体の上部、背びれのすぐ近くを走行する。腹子の数が、おしいよりも多く、鈴木目の中では、例外的な特徴となっている。トラキヌスカの一種、三島オコゼ科の一種。大きな頭部と胸びれが、本家の特徴。トラキヌスカトレイコヨーニデイワニ属六種からなり、 東部大西洋と国海に分布する。他のはニギス類と同様、砂底にもる性質がある。体は細長い。背びれのトゲ状は5から7本で、尻びれにも2本のトゲ状を持つ。腹気は胸びれよりも前方に位置する。災害のトゲと背びれの第一トゲ状は、独占と連続している。三島オコゼかユーロノスコプディは8属50種を含む。に分布し、 一部の種類は川口域にも進出する。主に夜行性で普段は砂の中に潜り、目だけを外部に出している。日本で積極的な漁獲対象とされることはないが、底引き網などに混格され、かまぼこの原料になる。頭部が顕著に大きく、目は背中側を向く。口は上向きで唇には飾りがついている。口の中に ルアー状の構造物を持つ種類があり、獲物をおびき寄せるために使用される。アストロスコーパス属の仲間は内鼻光を持ち吸気の際に使用されるほか、眼金由来の発電機関を有している。鱗はないことが多く、ある場合でも滑らかで小さい。背びれの棘上部は欠くことが多い。胸びれの上側に強い棘を持ち、独占と繋がっている。腹器は喉の位置にある。 ありがとうございます。